この間までクラウドワークス使用やれて現在はニート。はい、ニーです。<laughs> そもそもそのなんか出世とか、うん、そうそういうことを考えたことがないんですよ。人生は確実に繰り返しゲームです。ね。一回失敗したって何度でも人生挑戦できる。うん、競争って一定確率でやっぱ負けやすいんですよ。うん、負けないっていうことがありえないんですよ。ただメッシとかですら負けるんですよ。いつか絶対に負けるゲームをしているんです。うん、キャリアって、うん。 そんなにこう競争しなくてもいけることが結構あるんじゃないかっていうのがあったんですよ。うんうん、自分を理解すなんて修造さんね、はい、人生で運が大事と運っていうのはぼーっと待っててくるもんでもないですよねどういう意味で運が大事って言ったんですか運っていうものは何かというのと、うん、何運ってそのこれから何するんですかってとこ聞きたくてはいはい。 企業も考えてますよもしリハック本音嫌い相談室後半11時のテンションもう11時10分だから成田さんもですし視聴者の皆さんもぜひ酒飲みながらもう <laughs> 布団に入ってなんなら見てください確かに、ね、寝る前だでも,もこの時間に、はい、布団に入って酒飲みながらウェビナー見れるなんていい時代になりましたよね,ね <laughs> ウェビナーじゃないけど本当に いやそうですよね。うん、自分の好きなやつをね。そういうで、ね、そ,そういう視聴者の方と俺ら会話できるっていうこの時代も楽しいですよね。ありがたいことですよ。おもろいよな本当,本当に。これサブスクいい今何人ですか。五百人五百九十八人。五百九十八人。十一時で。<laughs> 今ねこう目の前に600人いたら大変なことになってますよねいやもうほんとそうですよこんなノリでできるのかっていうねほぼ半分はパジャマ <laughs> 絶対でこ,こ,こんな格好で布団とかでも見ていただいてると思うんですけどね,ねありがたいことですよ成田さんと同じチューハイ飲んでるレモンドレモンドレモンドうまいですよねレモンドね僕 あんんま酒強くないいいいででねね、うん、これぐらいがちちょょううどどいいす、ねはい、ぜひぜひ飲みながらやっていただければと思いますけども今日はね、あのー、この番組はこれ,から時代これからの時代を生き抜く上で参考になるいろんなプロフェッショナルのキャラ感を聞きながら、うん、実際に視聴者さんの質問にも答えていこうという生配信系の講座ですと、はい、いう感じで今日は、えー、この間までクラウドワークス、えー、副社長兼 CEO やった後 CIA の、はいえー、イノベーション担当ですねやれて現在は えー、ニート。はい、ニートです。<laughs> ニトじゃないや。今ね、出資したり、社外投資のをやりまくってる。内田修造さんにお越しいただきました。お願いします。後半戦しおはい、前回は、まあ、最近何やってるのっていうことと、はいえー。キャリーにおいて、人生は目標設定八割って話とか。と大学時代、特に二十代は失敗してもいいから。うんえー、人生の目標を定めた上で、こう。 ナイトの場合企業家として大企業よりもスタートアップ入るような選択をしてきたみたいな話をしてきました。なぜなら成長速度が大きいからと。じゃあ後半はですね、まあそういうのに絡めながら競争しないで勝つってどういうこと？このナイさんのね、ちょはい、今日も出しますよ。ヤクバレシありがとうございます。ヤクバレシコ。角川から。はい。角川から。角川から。川上さんところ？ということですね。まさかの関連しますね。川上野望さんところか。別にこれ偶然ですよね。偶然です。 そうか、川上さんとかね、私は川上さんと一回もお会いしたことす。川上さんでも、どんな本が自分の会社で出てるかって、絶対知らないところですよ,よね。特に何もないです。ですたまたま、たまたま、で、これ一年ぐらい前、これ実はね。これ一年ぐらい前から準備してて。そうですね。はい、日経テレ東大学時代が一緒に出そうねっつったら。そうなんです。あれがなくなったんだよね。はい、誰がなくしたんですか。それは。<laughs> <laughs> <laughs> それはそうね安せそ想像にね想像に俺が将来日経新聞の私の履歴書で明かすことにしてあいいですね25年後ぐらいにはい成田のユウスさんがあそこに出るのだけは本当クソだみたいなねきましたいや見てないですユさんこの間言ってたのよコムドットの対談であ履歴書に履歴書履歴書みたいなものをしかまあ日経新聞ダメでそれを目指してるような傾斜もダメだみたいないやいいでしょ別に と言ってたんだけど、そうそう目指すのいいですよ。ね。逆張り思考ね。自分だってねアナザースカイ出てたじゃねえかって話ね。成田さんアナザースカイ出てましたね。何がアナザースカイだった話ね。偉そうなこと言いながらね自分はそういう番組出てるわけじゃないですか。アナザースカイはちょっとおしゃれですからね。いや別にいいでしょう。私の歴史だって似たようなもんでしょう。私の歴史も似たようなもんね。出たいか出たくないかって出たいですからね。でこの逆張り思考の中から今日はですねそのまあ全部を紹介しきれないですけど。 今日何個か大事なお話をもう惜しげもなく聞かせていただいてより興味を持った方は本読んでもらえばいいと思うんですけどさっき言いすぎるなって話が出ましたでも俺言い過ぎた方がいいと思って全部言った時代う移住者の人はそう言ってるけどおも面白いの買ってください知らなきゃ買わないこれで満足しちゃったら買わないでくださいプロが言ってること確かにするからこれで売れなかったらもう終わるっていうね700人超えましたよみたいなありがたいですね で売れなかったら高橋さんのせ生協と一緒にし。そうですね。十、はい、番かけましょう。<laughs> はい、<laughs> 高橋さんがその分買っていただくってい。<laughs> あー怖い怖い <laughs> あ、ごめんご皆さんあのサブスクの人もあのねあのお金に全員余裕がない人いいですけど、ぜひ<え>あの<し>お金余裕がある人は買っていただくっていただいて。いくいくらの予定？千五百円。 プラスでぜひよろししくお願いします今日は、えー、その中の話、まあ、ここに書いてある話もしつつだけどそれでもいきますでね。まず競争しないで勝つんですけ成田さんは、うん、まあ25歳でクラウドワークスの、まあ、役員で上場したい上場役員になられたんですよね。そのキャリアをどうやって築いていくかっていうとこをこれ僕のケースではあるんですけど、うん、その僕は入社したのが4人目なんですよ。 の社員だったんですねだから社長をしかも社長入れて4ですからだからほとんどほか3だもんねほか3ですよ勝いやっていうか競争とかない全員役員かだって頑張るしかないからみんなで要はそれを頑張って大きくしていこうとしかしてなかったんですよだから誰がどういう役割になるとかその考えてもいないというかただただそれを伸ばしていくっていうだけだったっていうことでそもそもその中か。 出世とととかそうういいここを考えたがなんですよ出世競争にさらされてないで役になったのかっていうのと僕あの言うてもバスケずっとやってた中高時代バスケやったり受験もしてるじゃないですか中学受験失敗してて高校大学受験も失敗してるんですよで競争って一定確率でやっぱ負けやすいんですよ負けるリスクありますよね負けないっていうことがありえないんですよ競争は だってメッシですらワールドカップとか勝てないわけじゃないですかとかうんうんクリスティアーノ・ロナウドとかなっても勝てないわけじゃないですか勝てない勝ち続けるっていうのはもうほぼいないわけですようんうんいつか負けるねいつか絶対に負けるゲームをしてるんですうんうん競争というものはそもそもそういうものだっていうそれを理解してたんでキャリアって僕そんなにこう競争しなくてもいけることが結構あるんじゃないかっていうのがあったんですよね スタートアップとかベンチャーは、うん、会社との競争っていうのは多少あるんですけど、うん、そ,のそ,そもそもその自分の,その出世とかキャリアってものに対しての競争っていうのはほぼない成果を出すっていうことにしか集中する必要がないというかそういうゲームなんで、うん、そっちの方がちょっと楽しそうだなっていうか、うん、気が楽結果が出りゃうまくいくし、うん、出なければダメだしっていうだけの。うん ゲームだったんで、うん、そっちの方が楽しいかなって、僕は思えたっていうのは、一個あるんですよね。まあ、でも、ベンチャーは。その社内ではないけど、まあ、社外との。競争そ熾烈っすよねそうそう。それはもちろんあるんですよ、ね。うん、で、特に、うん、あのー、やっぱ大きな、その規制概念っていうのがあるわけですよね。うん、で、そこに。ある意味、アンチテーゼというか。うん、こう、そうじゃない。こういうものもあるんじゃないですかって。提案していくような作業なんで。うん、競争ではないんですけど。うん それを理解していたただくには時間ががかかったり体力がとかパワーが必要ですよね、うん、例えばクラウドワークスだったら旧泰然としてる大企業で働く、うん、株式会社という形で、うん、長く人が勤める一社にっていう時代が、うん、日本のもう昔からの伝統、うん、そこにフリーランスとか、うん、副業とかノマドワーカーとか、うん、マイクロワーカーとかそういうものを要は提示してたっていう立場なんで。うん やっっぱこうう新ししいい概念を提唱たてのありますよねその部分は競争というよりは理解いただくのに結構苦労するっていうそうかマーケットないですからねそれを作っていくことが難しいけどでもだから楽しいというか逆に楽しいじゃんっていうまあ開拓ですからねそれが面白いと思えるんであればやっぱ僕はすごくおすすめな選択肢だと思うんですよベンチャーっていうのはそうだな まあそうだよな熾烈な競争が起きてるとこですり減る、まあ、しかもなんか場合によってもそれとマーケット確立するとこって衰退しかかってたりしますからねそ,そこでずっと競争してて優秀な人たちが入ってくるマーケットで戦うって結構大変ですよ大、ね、変だよなそっちの方が大変なんじゃないかっていうね、はい、そっちの方が僕は大変だなと思いました大企業で出世する人ってすごいっすよねすごいです能力めちゃ高いす,すごいっすよねめちゃ高いです体力もすごいそうなんだよ体力も政治力も普通のビジネス力も高い 三菱商事とかの部長ってなんか半端ない人間力ありますもんね半端,半端ないです製薬合わせのみかんから半端ないです英語力からね僕はちょっと無理だなと思いましたけどねそうだよなそこに飛び込んでいくよりはなんかスタートアップ行った方が自分らしいかなと思いましたけどねそうですねそれでも部長より先上がれるかどうかわかんないですもんね、うん、すごい世界で勝ちますよねすごい大変ですよあれはああ<ー>、うん、そうプロフェッショナルな世界ですよね、まあ、確かに俺も競争ないって大事だと思ってて俺成田さんほど重要な競争じゃないけど就活って競争じゃないですか、うん で俺は大企業入ったから就活したんですけどこれもよく考えたら競争を避けようとしててみんなやっぱ英語をやるじゃないですかあるいは,さこれは国際貢献とかの何インターみたいな俺はの時インターちょっと少なかったけどもうあってやっぱ俺英語やったら絶対勝てないなと思って、うん、俺だからアイヌ語とアラビア語やってたんですよね<ー>なんかこう競争相手いなそうじゃないですかなるほどねなんかニッチにニッチじゃないアイヌ語やってますって言ったらそれ意味あったんですか うん、まあ一応言いまくってるけどね、活も,も面白がってもらえたんですかね、うーん、面白がまあそれもあった、まあテレ東あたりには刺さったんじゃないですか、らプロデューサーっていうね、<ー>こう立場の仕事とか、うん、テレビを作るっていう側の仕事でいったら、そういうのが面白かったんでしょうなんかでちょっと変わったテレ東には、だテレ東以外全部落ちたから、テレ東以外には刺さんなかったんじゃない <laughs> 面白いですね、いやでもそれ、めちゃくちゃあると思うんですもう就職ランキングとかってみ、うん、見て、うん、あそこに受けるっていうのは、自分も全く想像できなかったですもんね。あの とか例えばとか,、うん、とかいわゆるものすごいでかいところですよね、うん、銀行さんとかうんうん、うん、東京三菱とかねああいう会社に自分が入ってどうするんだろうというか,なんかイメージが全くわからなかったっすよね、うん、銀行ないやすごいですよ、うん、会社としてはもちろんすごいよだからそう,そうみんながだからこれ難しくてみんなが行こうとしているところは、うん、何かしら大変というか、うん、果実が少ないっていうような感覚があるんですよね個人として。 そうね奪い合い発生してますからね、うん、でほぼゼロサムって言って合計値が決まってて、うん、なぜならばもう大きいんで会社として伸びしろがそんなないから、うん、合計値が決まってるものを優秀な人がただただパイを食い合うっていうゲームなんで、うん、それ大変だなみたいな、うん、確かになぁ銀行の入社式とか毎年入社ニュースでやるじゃないですか なんか1,000人とか2,000人並んでるじゃないですかあの中からね <laughs> 10人ぐらいしか出席しなきわけでしょものすごい今日出席予想やるわけですよねなかなか大変なゲームだし<や>しかも、ね、しかもなんかまあやめにくくなっていくんだろうなっていうのも分かってたんであ<ー>それよりはまあ自由な感じで。うんうん てんてんとできるし面白いことできるし、うん、っていう方に行った方がだからアイヌ語と一緒ですよね。いいよそうだよな、うん、えでもその反面例えばこのご覧頂い,いてる方の中には例えば大企業の中で戦っているとか、うん、戦っていこうと思っている人とかあるいは大企業じゃなくて、うんまあ、自分で起業している人もいるかもしれないけどそうじゃなくて例えば中小とか、うん、でもまあこうかっこたる技術あったりするとかあるじゃないですか。めちゃくちゃいい、ね、あるいはもうそうじゃなくても ご自身の生活やていいろんなと働思すよそういう人をどう差別化していけばいいんだろうやだからやっぱりそれも個性なんですよ全部は別に自分なりにの個性を内政できてるかっていう言語ができてるかっていうのが全てな気がするんですよさっきの高橋さんの話で就職活動してるわけじゃないですかで大企業入ってるわけじゃないですか入ってるでもちょっと違う路線で攻めたわけじゃないですか攻めたそれはなんか自分なりにそう思ってたんですよねだから俺は英語がこうだなとか英語無理だなっ言ってここで あのところに、多分今の高橋さん想像するにそんなに真面目な学生ではなかったはずですよねなんかこう、どっちかっていうとこうまあその、ちょっと飛んだ発想するとかなんかそういうの面白いと思えるとかそうね、そういう感じだったね超ど真面目にやってるっていう感じの学生で悩むわけじゃないですかっていうのを要は自分なり理解できてればいくらでも選択肢で出くるじゃないですかベルトだって別に面白いキャリアを描けるわけですよね別にそれはだから僕はただは企業とかだったし まあ企業とまだいかなかったとしてもなんか会社の経営に入るとてことだったかもしれないですけど中小の企業で僕はこの技術を極めたくて生活リズムとしてはこれぐらいの生活を確保できててで例えば、余暇で自分の趣味とこういうものを持っててこういうものにも時間を使えるっていうのが具体的にあれば会社って選べるじゃないですか。だから具体的に何もそれがなくて就職活動のランキングの上から受けるっていうこのアプローチは一番こうきつくないいですかっていうそうだよな。 きつい。それは単純な競争をしてるだけなんで。そうなんだよな。だから別にどういうものでもいいので、うん、個性を理解してその個性にドンピシャにハマるところを探しに行きましょうっていうだけの話なんですよね。うん、それでいくと俺競、まあそのナさんちょっと違う章で書いてたかもしれないけど、その競争しないの一個のやり方に自分のこう付加価値上げるときに例えば一万の戦闘力、はい、買いにえたいとするとこれは結構言う人いるんだけど、あの西野さんとかも言うんですけど、まあもっと前から結構言ってる人もいてその一万の戦闘力やるんだったら。 1>, 1個のスキーで1万いくよりも 100×100 100 100で1万あ目指すっていう発想す差別化戦略として。あるはい、であこれも僕はも,うもちろんあるなと思って成田さんもあのスラッシュキャリアの話書いてたじゃないですか、はい、スラッシュキャリア、はい、で俺らもなんかスラッシュキャリアって番組あるんですけど 2>,、はい、2つ仕事するとなんかまあ人生こうレバレッなんていうかこうちょっと保険が効いてるああります保険が効いてるのとあとまあ掛け算していい感じになる可能性もあるかなと思って僕,僕は例えばアベマと。 隣やってるんですけど、はせんさんなんかアナウンサーと。プロジェクトまずありますね。でも、それそのキャリアだけじゃなくて、個性もスラッシュできるんです。例えば、うんと、すごくスポーツやってたとかね。スポーツでこう、チームスポーツやってたのか、個人スポーツやってたのか、でも、全然その人格って変わるから。と、それも自分のキャリアの、その個性ですよね。うん、うん、うん。とか、さっきの英語とか。書いてあった、ら文化系かける。まあ、例えば。まあ、例えば、自分の場合は、例えば哲学とか。 そっちとスポーツスポーツってていうけ合わせ超レアなんですよめちゃくちゃやってて哲学書読んでるやつなんて周りゼロでしたからねだからもうその時点で超レアみたいなそれも人格のレア度じゃないですか確かにそれとキャリア選択っていうのはある程度こう連動していくんでやっぱ自分を理解するっていうのがめっちゃ大事だと思うスラッシュキャリアとか戦闘力みたいなの今の話すると結構俺意識高い感じしちゃうじゃないですか あの<ー>意識高い感じするなと思ったんだけど、ね、俺最近すごいいいドキュメンタリー見てやっぱハセンさんのそれもさ結構意識は高いじゃんで俺のもう意識高いと思うんだよね企業とさ栽培、うん、ーエージェントっていう比較的意識高いスラッシュキャリアだと思うんだけど、うんうん、意識低いふりしてさ、うん、だけどめちゃくちゃいいドキュメンタリー見て富山放送っていうのは富山にあるんですよ俺最近富山旅行し行行ってたんですけど。 でねねとさんと、ね、そうううそうそう、はい、でそでの時見たわけじゃないんだけど富山放送でやってたねドキュメンタリーでこういう人がいたのなんか地元にいる人で<う>まあもうその人離婚して一人でこう自分の生きがいとか探しながら仕事してるんですけど、はい、昼朝朝方朝スーパーで仕事してるの<う>富山でねで昼は古本屋系してるの<う>鳴屋って言うんですけど<う>でその古本屋は大して正直儲かってなくて古本 家を開いてそこにいろいろよろずの悩み相談する人も話し合ったりしの自,自殺の相談の電話ボランティアだったりしてでその古本の趣味趣味っていうかその人生きがい好きな本並べてでそこに来る悩んでる人と会話しての儲かってないないぶん、はい、そんな食えてないと、うん、であとはまあスーパーでバイトして、まあ、仕事してそれで稼いでる風呂屋の家賃が3万だっていうんですよ、うん、<laughs> 一軒なんですよ まあ、そ,それもすらしきあるじゃないですかいや面白いじゃないですかす、ね、でまあやりがいありそうだなみたいないやめちゃくちゃいいですよねそ,<う>その人は自分のことをよく理解してるんじゃないですかやっぱこういうことやりたいって決まってるんですよねうん、うん、そうなんですよでそこにアクションもできてるのが素敵じゃないですか古本屋作ろうと思っても作れなくないですかいやマジでなかなかねいや結構大変ですよだって取、ねね、っ,って本を集めて、うん、一応看板作って人が来るようにしてで毎日行ってるわけですよね、うん やっぱそれはもうその人すごいですよだからやっぱそういう人生ですよねやっぱやるべきはだからそれはいいなと思ったんだよねめちゃいいすめちゃいいすめちゃいいすで今俺バリバリ働くやけどもうちょっと体力なくなったらそちょっとセーブしてそういう働き方がいいなっていう、ね、あれですあれですめちゃくちゃキャリアってそんな意識高いことばっかでもないんだよねだその人意識俺より高いと思うよ、ね、意識とかで問題じゃなくてよりね充実して人生を少しでもねうこう 自分なりにいいものにしたいと思ったら考えるでしょってだけの話で。ということですね。ちゃんと考えてますなるやさんの方がね多分真の意味で意識高いね。めっちゃネーミングセンスもいいじゃないですかだからもうんか全体的にいいですよね。あえて東京とかにも行ってないとかねとかもその人の価値観なわけじゃないですかだから自分なりの多分その価値観をどれだけ深く理解してそれに適切に行動できてるかっていうあとはやめないかとかね。 だだけけの話と思うんですどねそうだよな。っていう意味でだから競争しないで勝つ勝つっていうか勝つっていうのは分かりやすく言ってますけど競争しないでいいんちゃうかっう勝たなく勝つというか自分の人生にまあなんか自分なりに充実させるというかそうですよねでそのために自己分析重要だなっていうことなんだと思うんですけどねいやおもろいよな自自己己分分析析ってうんんでですけどなか その表層的な私はなんか社会貢献をし,たいし,てしてましてとか学,校、うん、学歴があの大学ではこういうことをやってましてとかっていうことというよりは、うん、どういきたいかみたい、ね、本当に自分が好きなことって何なんだけけとかどう生きたいんだっけとか、うん、その経済レベルはどれぐらいがいいんだけけとか、うん、どういう家族とどういうふうな感じで会話してたいんだけけ、うん、とかとか、ね、そ,そういうことだと思うんですよ。何時に帰って誰ととと飯食いたいたんだとか、ね、そうそうとか,とか,とか、うん そういうことをちゃんと理解するっていうことが大事なんじゃないかなと思うんですねよねいや、なんかそういう意味でこういいよな、競争しないまあ競争がすべてじ俺競争する人はする人にしたらいいんですもんね、はい、競争好きな人いるからね、はい、競争しなくてもいい場合もある、はい、面白いで、関連してちょっと一個質問来てるから、はい 読んでみましょうか。これキューって書いていただけると確かに読みやすいんで、キューって書いて質問してあげた,たらなるべく拾ってきますけども職人系の思考の人間は時代に取り残されず生き残るにはどんな意識が必要でしょうか<ー>職人系。でエンジニアいっぱい書いてあるじゃないですか。これでも職人の種類にもよりますよね。うん、だけど本当にその職が、うん絶 に需要がなくならないんだったらもう永遠に極めてても面白いですよねああ、うん、需要がなくならなければねうん、うん、でもそれがちょっと本当になくなる系のやつだったらちょっと例えばなくなる系って何やりますうんまあ古いコードとか,かエンジニアとかだととかあとそうそうですだから例えば、あのー、昔ながらの言語とかあああのパソコン ID とか、うん、あと例えば僕イタリアこの間行ってたんですよ イタリアもやっぱね職人さんがかなり減,減りつつあるので、うん、要は皮のコートとかうん、うん、着なくなってるんですみんな、うん、だからみんな T シャツとかになっちゃってるしファストファッションになっちゃってるから職人さんがだん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 減っちゃってるんですよ。うん、で日本ってそれひどくてメイドインジャパンの服の数って今 まあ、見ないですよね、もいいイタリアってメイドインイタリーが60%ぐらいまだ維持されてるんですよだからまだ職人多いんですよ、うん、日本だとやっぱそういうもともと服作ってましたみたいな人っていうのの数が激減してて、うん、職人さんがもう相当仕事奪われてるって話があっただからそういう場合はもう時代なんで、うん、そこに抗おうとすると結構きつい、うん、だからそのもう何個かやっぱ作るんじゃないですか何<を>ス,スラッシュで。 職人かける職人かける何な,なのか、うん、かその職人としてのスキルを増やすんじゃないですかなるほどねそれってありません例えば、うん、テレビのプロデューサーやってる人が、はい、ちょっと視点を変えて YouTube のプロデューサーやりますってなったのに、うんそ,ね、それって似たり似てるところもあるけど違うところもありますよね、うん、まあ違うところもあるそれをどれだけこう修正して変化していくかって大事じゃないですか 同じように職人さんとかもうそうなんじゃないかなっていうのは思いますけどね、うんうん、俺どうですかいやそれも本当全くその通りなんですよ。でプランスアッなんかどっかにヒントないかなと思った時に、まあ、今富山放送のドキュメンタリーの話してて思い出したんだけど、まあ、その富山放送のドキュメンタリー関係ないんだけどこの間富山に旅行ったと。でその古本屋方も高岡市ってとこなんですけど、うん、高岡ってとこ僕らも行ったんですよ。うん、高岡ってそのすごい職人の町で、うん、なんかクラフトマンシップみたいなのがやっぱ根付いてるんですよ。うん、でそこはなんか前田藩が 何作ってんですかそこねいろいろやってんだけど、まあ、結構有名なのは金金属加工前田花が推奨してたんですよそういうの職人をねだからそういうの残ってるんだけどその高岡にはそのクラフトマンシップがあるから職人がすごいあ残ってるんですよ、うん、でこのじゃクラフトマンって言ってたんだけどクラフトマンシップって何なのかってすごい興味あって、うん、何なんだろう確かにそんな金の加工なんて金属加工なんて、ね、こう例えば仏具のチーンってやるやつるじゃないですかああいうのこう。 模様付けたりして、うん、まあ、廃れた街もいっぱいあるじゃないですか。うん、だけど、なんでそこだけ残ってんだろうなってすごい気になって。うん、まあ、一つヒントとしてあんのは、なんか結構そこの技術をなんかこう水平移行するっていうか、なんかみんなで話し合って、じゃあブツも廃れてるけど飾りにしちゃおうみたいな。まうね、例えば飲食店の発展のさせ方。ンって呼ぶみたいなね。あ、いや発展のさせ方ですよね。そう、そういうのをなんか話し合うコミュニティみたいなのあると、いいなと思ったんだけど、なんなんだろうねクラフトマンシップって。いやだからやっぱさっきの応用だと思うんですよね。うん、だから。 あんまりそのこだこ職人さんでこだわりが強い方いいところだから、うん、そのこだわりが強いところとこだわりから発散させるところをバランスよくやるっていうのがかなり今後は重要じゃないですかだって変化が激しいからいでそれはなんか多分一人ではきついから多分この職人を目指すんだったら340人 SNS でもいいですし、はい、仲いい人でもギルド的なものを作ってやるのはいいですよね、いいねコミュニティでね、はい、あと思い切って捨てるっていうキャリアも検討もありなのかなっちょっと思って。うんうん、バチッとね その要,は要は捨てる前提に立つというかあえて今自分が保持しているものを放り出してみたらどうなるのかっていうことを意図的に考えるって面白いのかな何でしたっけそれ今流行ってるやつ流行ってるやつか,かこうアン,アンインストールじゃなくて何だっけああ<ー>アンランアンランあ、まあ、そういうことかンンそうそうかもしれないですアンランって何なんでしたっけ要はだから今やってきたことっていうのを、うん、全部疑っちゃうってことです こね常識を常識を、うん、今いや自分のことを疑っちゃうと自分がやってきたこと自体が意味のあるというふうに思わない、うん、逆にね、うん、ってなると新しいことができるじゃないですか、うん、で思っておくと例えば3年間ぐらいあれば、うん、結構なとこまで僕なんかある分野っていける気がするんですよほほほほ副業でも45年やってたら相当なとこまで知識とか増えるんじゃないですか 確かになプログラミングやったという45年多分副業でプログラミングやったら結構なところもいきますよま4年続けたら職人系は大丈夫ですよい、ね、けますよねいけますいけますってことは今までじゃあ10年やってたものでも20年やってたものでもなくなるという前提に立ってじゃあ次のものを探してみるとか、うん、別にそれは今の仕事を続けながら続けながらね副業的なタイミングでね、うん、でやってたら、うん、まあそれがそのまま残ればそのままやればいいし、うん、残らなければシフトすればいいしやっぱりこうなんかなんて言うんだろうなこう柔軟性というか、うん 軽やかさというか、うん、そういうのも大事なんじゃないかなっていう感じ,、ね、感じしますよね、うん、これなんかめちゃくちゃ質問くれてますけどちょっといっぱいちょっと答えてきますか本の内容にちょっと最後の運に行く前に、うんはい、質問挟んでから最後の運に行きたいんですけどじゃあ一緒に働く人を選ぶとき重視していることありますか えっとね、あの、これこの間面白いのがあって、I. Q. E. Q. ってあるじゃないですか。知識とか、知識とコミュニケーション。あと E. Q. ってのはまあ共感性とか、共感性とか、コミュニケーションとか、人間。まあこれ両方と当然重視するんですけど、もう一個 A. Q. っていうのがあって。A. Q. ってなんですか。逆境指数って言うらしいですよ。ほう。A. Q.。はい。お。なんの略か忘れちゃったんですけど。逆境指数。アンチなんとかっぽいですね。いや、なんでね、逆境っていう、その要は苦しい時に。変えられるかっていう。おお。 でその全部必要なんですよ。I.Q. がないと仕事が処理できないし、E.Q. がないと人がついてこないし、A.Q. がないとポキッと折れちゃうっていう。全部必要なんですけど、I.Q. なくても E.Q. A.Q. あればなんとかなる説ってもあるじゃないですか。E.Q. A.Q. でなんとかなる説あのありません。あるな。やっぱ苦しい局面ちゃんと踏ん張れるとか批判的にならないとか。確かに。でなんか嫌われないとか。 で、I. Q. がまあまああればっていう。うんうん、順序としてはだから、A. Q. E. Q. I. Q. かなっていう感じで、僕はだから、最近捉えてる。る A. E. I. ね。はい。A. Q. E. Q. I. Q. かなって。いいですね。順番的には、ね。面白いですね。A. A Q. E. Q. I. Q. の順序です。はい。はい、で、ええー、他に、もし、今無職で、資金が三十万しかなかったら、どんなビジネス始めますか。資金が三十万っすよね。ね、うん、だから、やっぱ、元でかかんないビジネスをやるしかないですよね。だ僕だったら。アルバイトをまずして、うん。 ベースとなる資金は生活費だけは5万ぐらい確保すると思いますね種類によらずそういう働き方をすると思うんですねするしそうすれば5万ってだって月50時間60時間働けばいいですよねそうねで地方とかに行ってめちゃくちゃコスト下げてさっきの古本屋3万円ですからねこの間ね僕それこそ松山かなんかの調べたら1.5万とかで普通にワンランルームとか借りられてこれいいなと思ったんですよ 例えばリビングコスト下げた生活スコストを下げて、うん、で元手のかかんないなんかをやりますよね、うん、なるほど今だったらなんでしょうねでも、うん、30万よでも元手がかかんないって言ったらあんまり、まあ、た知れてますよねや YouTuber とかじゃんま YouTube 配信もそうかもしれないし、うん、Twitter とかノートみたいなものによって、うん、みんなが欲しい情報をまず配信していくってことかもしれないしそう,そうね ままずはねまずははねねね万万だと、ね、30万だととでそこでそもそも面白い情報配信ができるようになるまで粘るしかかななくないですかね、うん、確かに30万ならねもしくは人材ビジネスかな人材ビジネスは元手はそんなにかからないケースでできると思います個人でやるんだったらね<や>あの紹介免許とか必要ですけどね,ね紹介免許とか必要だけど,ど<う>まあ知り合いのネットワークを集めてせ それを企業に紹介するみたいなビジネスとか、うん、これ元でかかんないですよとかそういうビジネスからスタートすると思うとなるほどなやっぱちょっと小規模のお金できるところから始めるからまずはまずはそこから始めないと三十万とかしかないんで確かに減らさないことをまず考えないとそうだな基本的にビジネススタートするときってお金かけないっていうのがもう大前提だよねまずでも30万有馬記念とか突っ込むとかじゃないのか <laughs> 出た <laughs> <laughs> もうそれ失敗する人の発想ですよやそっかかな <laughs> ダメだななだリハックが続かなくなっちゃゃうんね。で、えー、他にも聞いてみましょうかこれいっぱいいるんだよなモッチーさん個人事業主でも子育てとか病気なので専業にコミットできない時に一時的にフリーランスのキャリアをサラリーマンに戻したり売却したり誰かと事業を シェアしたりってプラットフォームをやってほしいです、まあ、やってほしいってことなんで <laughs> なるほど一時的に、ね、これやってください <laughs> はい、はい、わかりましたモッチーさんやってほしいってことでね、はい、えっと次はなんかいそうすけ40歳男性ですと、えー、中卒フリーターから PC の販売員ムック編集ウェブ編集スマホ中古買取店員などをしてふらふら過ごしてましたとまだ言ふらふらして過ごしたんですね、うん、で昨年8月に転職活動して入社研修を受けさせられ、うん、同期が数十人いる中で私だけ あるある社の商材を営業に配属されました<う>正直、先輩方の言いのさについていけず毎日上習で家内のフィードバックをもらい鍛えてもらっているところですが鍛えてもらっているとキャリアというものを真剣に考えたことがなく営業職が向いているのかさえ分からないままやるしかないと不退転の決意で臨んでいますまずは営業ができるようになりたいという思いでやっています心が折れそうになっている私に何らかのことをいただけると助かりますが深刻ですよいやー先輩<す>勝てないとなかなか、ね、それでも本当に向いているのかってありますよね早めに見極めた方がいい

メンタル心心配配ににななりますよね。る。だからちょっとそ,のそれで自分がだめだというふうに思い切りになってしまって、鬱になっちゃうとかってよくあるんでそこだけちょっと抑えて頂い,いてあのもしだめだったらもういいじゃないですかあの一旦リセットしても、うん、リセットでいっか一旦ねだからそれも選択肢に入れながらやったら意外に営業で成果出るとかねまあそんくらい力抜いたらねはいはい、はい 二重点だとか力入ってると結構難しくなっちゃうんで、うん、冷静にまあダメならダメでっていうところでいつまでにどれぐらい頑張れなかったらやめるとか、うんうん、期限決めちゃってもいいような気がしますけどねちょっと期限決めてみるのもいいかもという感じですと修造さんは子供を持つことに怖いという感じはなかったですかご自身の家庭環境などを踏まえてなかなかズバッときますそうですね <laughs>、まあ、あったはありましたね、うんうん、だけどそのだから面白かったですよね、うん、だから僕が この成田家はこれ子供を育てられない家庭なわけじゃないかの一家なわけですよねまあ一応お父さんもねトリッキーなね、はいはい、トリッキーじゃないですか、うん、で兄も子供を持つ感じしないですよね、うん、ちょっと、うん、俺だと俺はいけるという感じもありましたよねだからこれはやってみるしかないなという実験ですよ実験的にやったら楽しかった、はい、まあまあ,あの想像通りでしたけどね僕チーームスポーツでできる人なんで、うん はい、そっか家庭,家庭とのチームワークはねもうチームスポーツがうまい人は子育てそんなに問題ないと思いますね、うんうん、なるほど、はい、次の質問聞きますよ給料いらないので一緒に働かせてくださいという DM を某ベンチャーにしましたがこれってよくないことですかす<ー>どうなんですかね給料いらないと働かせない年齢によりませんまあそれ30代で来られるってもうちょっときついよなと思いますけどね、まあ、に学生とかだったら、ね、学生は全然ありだと思います、うん、から年齢にもよるけどりだ、うん、まあ給料は僕は適切にとらいっていう立場に立った方が。 逆に向こう的にもいいかもっていうただ交渉はしないいいい方がと思ます。0円でもいいっていう必要もないし無理に交渉する必要もないとりあえず働かせてくさいっつってまず働かてさいって言って向こうが「これぐらいでいい?」って言ってくるのを待つっていうそこで成果を出すと「ごめんねこれぐらいで」って言ってまた上げてくれるんでそういうものだと思いますけどねキャリアとか給料って。なるほどないいですね。 2人娘がいます。男なら理系をご両親なんですが理系女って働き方え男性が多い環境で生きづらくないか懸念女性陪奉理系のキャリアどう考えますかまあ日本はね特にちょっと少ないですからね、うんうん、思い切って海外を見てみるっていうのもあると思いますけどね、うん、海外だと理系女子めちゃくちゃ多いですよ、うん、だから内田真一さんとかね全然いますからねっていうのとまあ全然日本でも問題ないと思いますけど、ねうん、もうこれからの時代は。 さっきの「競争しない理論」で言うといや女性こそ言った方がいいんちゃうかっていう俺が知ってる限り、まり内田舞衣さんみたいに何かはたきにくい環境になっちゃったら内田さん北海道大学でそうだったっていう過去があったらしいんですけどちょっと詳しくはよくわかんないけど。 希少性が高いって考えることできますからね。あります。あります。その良さをうまく活かせるような仕事もあるんで、別に理系で理系の研究者になるだけじゃないんで。理系的素養を持って、例えばコンサルタントやるとか、そういう友達も僕いますしね。そうですよね。理系系のコンサルティングファームに入ってる。あの女性とかいますからね。だから、そのなんか強みをそこに持つのは、なんか独特で面白いと思いますけど。その、まあ、ただ、子供がまずベースどっちが得意かをめちゃくちゃ見た方がいいと思います。あの、理系女子にするとかっていうのは。 あのち,ょちょっと危ない発想だと思うんで、うん、その子が本当に得意そうなあの親がある程度それを見せながら、うん、その興を今日持たなかったら全然違う路線も検討する、うん、その子が活躍するその子が力を発揮するポイントが何かっていうことを一緒に話し考えるっていう機会の方が、うん、理系上司を選ぶかどうかよりも大事だと思います。よね 好きと好きに痩せるのと、うん、やっぱりやっぱ内省を一緒にするあの親も努力して一緒に考えるっていうのも、うん、僕は結構やった方がいいんじゃないかなと思いますけど。うんな 子供と一緒に考えるみたいな子供に何か押し付けるわけでもなく下てに出るわけでもなく誘導するわけでもなくマジで一緒に考えるっていうこの経験をするっていうのは親にとってもすごくいい経験だと思います次これをちょっと一個最後読んでから運の話いきましょうかねちょっと本の話もう一回戻りますけど「ペイロールの仕事はなくなりますか?」「この間ピボットでなくなるように言ってました」「どうか」「ペイロールってね給与計算とかの仕事ですけどなくならないと思いますよ。 僕、あの、給与計算の仕事ってピボットが間違ってるってこと?。いや、あの、はっきり言って、あの、ほとんどの。あの、コーポレート業務、つまり、社内業務、なくならないです。なぜ。難しいです。イレギュラーが多すぎます。勤務表も打たないやついるしね。あのね、あの、ペイロールがなくなるとかってね、専門家。ちょっと僕、ピボット、あの、ひ、失礼しないですよ。で、その言った人が僕の友達だったかもしれないから、わかんない。これ、わかんないけど。 はっきりしてんです誰誰誰わかない全然知らないんでちょっとそうなったら失礼です失礼に当たっちゃうんで申し訳ないですけど簡単に仕事がなくなるなんてことマジでないですからないとペイロールの仕事やってみてください例えばねそもそも退職した時にどれぐらい例えばさ3か月分の給料を後でじゃあ払いますっていうイレギュラーな対応があった時 AI はどうやって対応するんですかと対応できないですから確かになそんなの絶対人が入りますからね うん、ただ AI というツールを使うということはあると思いますよ。うんうん、一部効率化するそれ Excel 使うのと一緒なんで、うん、Excel を勉強するのと同じように AI を勉強すればいいんで、うん、なくならないです。なななくならないか、はい、じゃあほとんどの <laughs> そんなね そうういい。のなななく人事総向けの仕事なくなるわけないし、なくなるほど今、コスパよくならないです、AI が。そっか。データを集めたり、AI を使うこと自体が高いんで、今、NVIDIA の、NVIDIA って今、100兆円の企業になってますけど、NVIDIA の GPU のコストって、皆さん、の多分人間と同じぐらいのコストだってことは分かってないんで、結局同じぐらいなんだ。はい。だったら、変わないですから。そっか。 じゃあ大丈夫です。なくならないとそ。そんな簡単にはなくならないです。あの百年がわかんないですよ。うん、なんか十年とかでなくなるとは到底僕は思えないですけどね。なるほど。僕からこれ言うとめちゃくちゃ浅いって言って批判されるんで、うん、<laughs> 技術も分かってない浅いやつが何か言ってるとかなんとか言われるんで、あの、うん、いろんな部屋を受け付けますけど絶対に僕はなくならないと思います、うん。ちょうど酒飲んでるいい感じですね。がな、うん、くならないと。なくならないです。で。 じゃ最後のましょうかねこの「逆張り思考」に書いてあった中でもこれ中見てる人の中はねできてないから朝倉未来なんだけど朝倉未来かっけえなやっぱでえ何で修造さんね人生で「運が大事」とはははいいい結局どうやって何瀬修造さんとおかしして成功したかなってう運が大事」だとでもただ「運」っていうのはぼーっと待っててくるもんでもないですよねはい、もちろんなんかこう「運」をちゃんとこう因数分解していくといろんな構成要素があると。 どういう意味で運が大事っつったんですか。この間あのあざとくて何が悪いのってあるじゃないですか。田中みな実さんとか出てるやつね。あれで広中アナが成功者の人は大体最後は運が良かったんだって言うって言って大爆笑してて、本当にディスられてたんで運が良かったって書いちゃって本当に痛いことやってるなと思ったんです。本当広中さんに馬鹿にされますよ馬鹿されるっていうね本当に申し訳ないことをしてしまったなと思うんですけど、ただねあのただ運が良かったっていうことを言いたいわけじゃないという点が違うと言っておきたいっていうのはありますよね。でその運 っていうその目標に向かって何度も挑戦している結果、うん、成功確率がどんどん上がっていき、うん、結果的にそれを掴んでるとその成功を掴むと自分のイメージしてた成功とか前半で言ってましたね、はい、何回でも失敗してもやり直してた、はい、成ねそれを人は「運」と呼ぶんですっていう。 これはポーカーとかと一緒だと思ってくださいどういうこポーカーで例えばその何度も何度も挑戦して自分なりその確率を上げるためのトライをしていたら来ますよね、そりゃ来るよ来る確率は上りますよいかは来るよこれ運と呼ぶんですよねだけどそれはただ待ってたわけじゃないわけですチャレンジし続けて。確率を上げるために行動し続けていたことが大事なわけですはいはいはいだからその行動とその フィードバック、その確率を上げるためのフィードバックをし続けて、うんうん、その結果として,して、うん、結果としてその何か自分がイメージしてる成果とか、うん、イメージを超える成果ってものを得られたという、うん、これを運と呼ぶんです結果なんだな運、うん、は。はい、なので運がいいわけというよりは、うん、運を呼ぶような。うんな 行動とといいううものを確率論的にっっってててるこが大事だす結局確率論です全ては。運の公式っていうの書いてあってもう編集者さんに怒られそうだけど全部言っちゃうと自己理解目標これかっていうのはさっき言った自分が何なのかっていうことを理解してるってことですよね自分のフィールドを理解してるってことじゃないですか例えば自分が例えば自分だったら起業というものが向いてるんじゃないか。 こういうチームでビジネスを作っていくことがいいんじゃないかっていうその自己理解ですよね、うん、そこに目標があるんです、うん、でそれはなか会社を上場させたいとかっていう目標があったわけですよ、ね、例えば24歳までに上場させたいとか25歳までに上場させたいっていう思いがあったわけですあったとでそこに試行錯誤があるわけですね、うん、で試行錯誤って言ってるのが何回も繰り返すことねで何回も繰り返せば確率的に必ず成功確率上がるんですこれは数学的に証明されてる確率論なんです、うんうんうん だからそのただただそのやりゃいいって言ってるんじゃないですよだからのそのいろいろ自己啓発とかでなんかこうただ動けみたいな話じゃないってことですなるほど目標があってそこに目標に従って成功確率が何パーセントかのトライを N 回繰り返すしたら何回かやってればほぼ成功するんですこれは確率論的に。なるほどっていうことで,すでそれをみんな「運」と呼んでるんです 運とと呼んでるるのかと僕は思って,るっていなるほどだから、うん、その行動をするというよりは、うん、目標に沿った目標がはっきりとしていて、うん、その目標に沿った、うんえー、失敗と失敗正しい失敗を積み重ねて確率を上げ続けているかっていうことが、うんうん、運の本質なんじゃないか、うん、なるほど自分はそうやって捉えてやってきた。で結果そんなような裸が自分と自分の周りであると。 あるるし確率的ににそそううななんで、うん、なるほど絶対にそうだう数学的にそうであると数学的にそうだってうそうなんだよなんかあれ大学の時にゲーム理論って取りました、はいはい、これなんか俺結構ゲーム理論ってどんな入門書でもいいから読むとすごい勉強になるなと思ってて、はい、け結構なんか話しててゲーム理論って超難しいからもう俺どうでも全部いいと思うんですけど 1>,、はい、1個だけめちゃくちゃ重要だなと思ったのがあって。 ゲームって1回コッキーのゲームと繰り返されるゲームっていうのがあって、はい、1で一回コッキーのゲームと繰り返されるゲームって最適戦略が全く違うんですよね。有名なところで囚人のジレンマだと、はい、囚人のジレンマっつってこうお互いが情報を持ってない中で相手を裏切るのか協力するのか、はい、どれが正解なのかっていうゲームなんですけど1回コッキーだと裏切るが正解なんですよね。はいはい、なんだけど繰り返す人生って何回も同じようなゲーム繰り返すじゃないですか。 まあティットフォー・タットって言って相手がやったことまでする。うん、でこれを繰り返していくと相手は結局協力してこっちも協力って、うん、協力協力協力ってなってくるんですよね。うん、だからこう最低限協力ってことになるんですけど、最低限近いのは協力ってことになるんですけど、うん、真逆なんですね。繰り返すって人生なんかゲームを繰り返すって捉えてる人生観の人と一回こっきって捉えた人生観の人と真逆なのよ。そうだから俺その概念を使うってすごい大事だんなんだな。それはものすごい大事ですね。ねだからあの人生は確実に繰り返しゲームです。ね ビジネスにおいても、同じのことをずっと繰り返すわけですもんね。繰り返せます。だし、一、うん、回失敗したって、何度でも、別に挑戦できます。うんうん、そう。っていう。世界観に、そういう世界、そういう眼鏡で世界を見るか。なんか一回こっきりの、なら、二って見ちゃうか。からそう、だから、二回転、そよくないかもしれないな。二回転とか、もう本当に、あの、もう崖っぷちな状態にしないっていうのも、うん、大事なんですよ。そうですよね。崖っぷちだとも、これが今最後の、一回だと思っちゃうかな。はい。 そううすると変な言っ,て打っちゃだからそうじゃない。だからその繰り返されるんだね。繰り返しすることなんです。そうすれば成功確率は確実に上がりますよね。そうなんですよねゲーム理論だってさっきの最低1回に近づいていく。で最低1回っていうのはあるわけです数学的にあ。あるんですよね。でそれはまあ単純化されたその主人のジゲーみたいな単純化されたゲームにおいてあるんですけど、うん、俯瞰してみると世の中のゲームっていうのは意外にだからさっきの話で単純で、うん、成功確率が1%のものでも。うんうん 498回やれば成功確率は99%になる。成功確率が多分これ5%とかだと多分もう数十回やれば90%ぐらいになります成功確率はっていうことですよね。っていうこと。これ仮に企業が30%ぐらいの成功確率だとすればもう2、3回やれば OK だと。OK。そういうことなんだよな。で多分自分はそれでうまくいったんだと思います。やっぱ繰り返すゲームだって見てるからそういう発想になるですもんね。こうやって結構難しいのはコメント言いましたけど。 結婚っすよ。結婚も本当は俺繰り返されるゲームって見ていいと思うんだけど<ー>結婚だけやっぱ子供問題も発生してくるじゃないですか子供がだから結婚って難しいよなと思うんだよなどういうゲーム感でとらえられたの林修先生がな、うん、何人目に出会った彼女と結婚すべきかっていうのを数学的に証明してたんですそれは早稲田で研究してる人がいるんですよね、はい、確か4.75人目ぐらいが最,適そ最低かここ番 いいと思った人と結婚するっていう、ねそう。そこでどんなに不満であったとしても、うん、結婚するっていうのは確,率、ね、確率論的にだからその人生っていうのはその比較的確率論なんで、うん、あのそこをまあ、うん、スリルを楽しむという人生をしたいというのであればそれは良しですよ。うんうん、ただその正方確率を上げたいっていうゲームに行きたいのであれば、うんうん、そういうのに従うべき。そうだよな。いや難しいよな。まあ。 結婚前はいいですけどねその結婚相手を見つけるっていうゲームはそれでいいけど一回結婚しちゃったものを結婚するってことも繰り返されるゲームか皆さんかって本当にこう、はい、でもそれは<ー>ダメだったら繰り返すしかないでも俺みんなやっぱ子供いるとなっていうじゃんもちろんもちろんもちろん、ね、それはそうですけどでもそれも一回ね自分の人生だからどっちにかじを切るかっていうのはやっぱあるしあとまあやっぱそうだよね繰り返せるって思った方が 結果子供にとっても、握手じゃない、手を打てるかもしれないですよね。悪い手を打っちゃう可能性あります。からで、本当にその子供が求めてるかわかんないですよ。例えば、そのすごい不仲な家庭だったと。確かにな、最近俺子供に蹴られるからな。やばいじゃないですか。不仲なんですか。やっぱもう、そうそう、友達と。から、子供にとって、何が最適かっていうのも、実は親のバイアス。が、かかってるケースも。ある。あるな。ので。そこも、ちゃんとフラットに考えてみるっていうのは、めちゃくちゃいいと思うんですけど。そうですよね。 まあ子供がねいなければ、まあ、さっきのあれですねゲーム理論の話本に入れてないですね。入れてないよね。<laughs> 入れてないけど要はそういうことですよ。うん、ね。より深まったね本よりね。そうだからそうなんですよね。うん、だから数学的に考えてみると <laughs> 結構見えてくる。そこからると数学学ぶ意味もいや数学はやっぱ楽しいですね,ね楽しいですね。うん、でもようやを単純化して真理をついてますからね。で数字は裏切らないですからね,ですね。数字は裏切らない、はい、多分ね。 ほとんどのケースで裏切らないですよねまあそうですねだけど裏切るのは人間の感情だってだけなんでそっか人間の感情が裏切っちゃうからな勝手に裏切ってそれは投資とかも全部一緒ですからで数学とかそうなんだよな数学結構好きでした大好き文系、理系どっちですか僕文系ですけどあの東大と慶応の経済ってもう数学受験なんで全部あ、そうなんだ数学受験なんですか数学受験ですそうなんだよな数学学んだ方がいいしもう一回学び直してなでもいいですよねあの 久々に読んでみると、あの理解が深まっていいですよね。当なんか当時はなんか何のためにコサインサインがあったのかっていうのは本当に分かんなかったけど、大人になって調べ、うん、文章を読んでみると意外にスッて入ってきたり、うん、うん、入いこういう意味があるのってんこういう意味があるんだってなりますよね。そうそう期待値の話とかもそうだよね。中高生の時期待値って言ったのもあれだけど、確率は相当いいと思う。確率っていう関係はかなりいい、ねうん。期待値の分だけ読めばいいか。です。期待値だけでもいいです。そこだけでももう一回やった方がいいな。うん ビジネスですもん常に期待値のゲームなのそうですよね常に期待値高い思決定を取れてる会社はうまくいくっていうことですもんね戦略それ取れてるか数学学今年ぶかやりましょうね僕もやないと川上さんって信夫さんね角川のこの本の社長社長社長はあんまこれ言っていいのか分かんないけどまあ別にいいやと思って言っちゃうけどあの人頭おかしいじゃんやっぱだから数学の家庭教師 いまだにつけって聞いたことありますね。すすねはい、めちゃめちゃ、も、ま、う、あ、ほらブルジョワジーだからめちゃめちゃいいなんていうの本当友達共著みたいな人を。先生ね、そう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 なんかしっかりつけて<ー>なんかよくわかんない理論を勉強してるんですよね。まあでもねあの、うん、簡単な本からでもね全然勉強してもいいし。うん、もう一確率そう、ね、統計まあ確率ですね確率っていうゲームが何なのかっていう。 それは勉強しなすとかだな。まあいいと思いますけど、で、うん、運っていうのは確率の問題であって、うん、ただ運が良かったんだって言いたいこと言いたいわけではないです。僕は。なんでこの本のシンが伝わってくれるといいなと。逆説的に運って言ってるんですよね。はい。うん、まあ運っていうのはわかりやすい。運とは何かっていうことを一応その考えてみるべきだっていうことで一応その書いてみたっていうことですね。うん、じゃあその最後ねあのいろいろちょっと数学の話になっちゃったんですけど、ナイさんに聞きたいのはもう12時もありましたからね。はい、最後。 これから何するんですかってと聞きたくてほら今もう軽く言ったらだって俺この間電話したイタリアでフラフラして昨日まで鳥取フラフラして楽しそうじゃないですかイタリア行ったり鳥取またどこ行くんですか海外行きますあのねどうですかオーストラリアとかそうそうそう行きますねインド東南アジアとかね九9月8月9月は東南アジアですねちょっと気をつけてサ笹井さんとかに会って出家しないでくださいよインドね危ないからねあの一夜ライブの人出家しちゃったけどねで何するんですかこれからまあ なんか去年の話によると今年のどっかで起業するかみたいな感じだったじゃないですか、うん、そうですね、うん、起業も考えてますよもちろん、うん、そうだし、まあ、ぼちぼち準備もしていこうかなと、うん、思ってるんですけどちょっとねなんかあの製品作りというか時間かかりそうなんですよもの作ろうかなと思ってなんでやっぱ IT やるとものに行きたくなるんですかっていうのと、うん、IT だけの分野がなくなったっていうのがあると思うんですよ IT かけるなんかになんってきた IT というものがリアルな世界に侵食してきた時代において何をするかというそっか IT がリアルな時代に侵食してきてるのかリアルな世界にいやまだしてないですよねこれからだからまあ当だからそうですこの,年この10年っていうのは、まあ、SNS の時代ですよね端的にこっから10年がいや今までの10年が2010年から2020年っていうのはその SNS であり、うん そこから派生するビッグデータ時代ですよ、うん、でそのビッグデータから AI というものが爆発的に発展したのが2020年代じゃないですか、うんうん、これはインターネットの SNS の情報がなかったら絶対に AI はここまで発展しないんですよ、うん、あの今まで2回とも冬の時代があったんですよ、うん、AI って、うん、それどれもデータ量の問題だったはずなんです、うん、アルゴリズムというよりはデータ量の問題、うん、そ Google が出てきて、うん Facebook インスタグラムが出てきて Twitter が出てきたことによってデータ量が爆発してその結果 AI が発達したんで今度は何かっていうとリアル世界にそうすると IoT とか必然的に IoT とか例えば車でいうと自動走行のとかあのとか医療が全てゲノムとか再生医療みたいなところに行ったりとかそれこそこの間高橋さんも言ってましたけ不老不死の。 研究とかに繋がっていったりとかっていう形でリアルなものにさっきのテクノロジーがどん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 浸食するんでそのどこかを選ぶっていう本当はもう決まってるんでしょざっくりはざっくりねヒントヒントくださいヒント言える範囲でいいかなまだちょっと言えないですけどまあまだ全然わかんないですけど実体があるものだよねリアルなものだからものハードウェアとか作ろうかなとハードウェアハードウェアって何を思ってハードウェアパソコンとか そういういものをやろうかなとかも思ってますし、うんはい、そういうのそういう領域は全然考えてますねですげえそれなんか設備投資とか大変そうまあだから僕がやるって考えたら <laughs>、うん、環境条件っていうのは若い時と違うからある程度経済力もあるし資金も集まるしとか、うん、じゃあメンバーもそれなりに集められて考えればそういうゲームをすべきじゃないですか、うんうんでまあ、まあそうだねかかんないとこは若者に任せてもちろん、えー、どこですか東京いやそれもねちょっといろいろ考えてるんですけど、うん、まあ 基本的にはでも前やれなかったこととしてはやっぱねクラウドワークスは海外の顧客まで行かなかったかやっぱ日本国内でそれなりの企業の規模事業規模を作るとか利益の規模を作るっていう経験はさせてもらいましたけど、うん、まず海外に普通にブランドができるとか海外に普通に知ってる人、うん、顧客がいるそそ<う>っていうところまではやっぱ行ってないんで、うん、そこまでやりたいなと思ったのと。なるほどそれがヒントか。 と,うん、というのと、まあ、そこで組織を作ってみるという海外でグローバルな組織っていうまあグローバルというよりは別にその日本という国にとらわれずにいろんな市場、うん、インドとか東南アジアって今すごい勃行してるじゃないですか市場<ー>そういうところで普通に認知されるぐらいの製品とかブランドとかそういうものをなんか作れる仕事ができたら。うん 何だか自分の中でやりきったかなって言えるところまでいける気がしたんで、うん、そこにちょっと焦点は絞ってますねやっぱみんなもうインドって言うもんなうんインドすごい熱気とかすごいですもんねそのね,ね別になんか、うん、日本がダメとか言うつもりは全然ないんですけどマーケットそもそも10倍だっていうね、ん、人口がこれからこう <laughs> 爆発的になっていってやっぱまだ何もこう進行浸透してないんです、うん、でこれからどんどんんよ もうそういうところに行かない理由も特になくないですか？ね、ナチュラルだから10年15年前にみんな中国に進出したように、まあナチュラルにインドに行くってことですよね。インドとか東南アジアは人口が膨大になるし、うんうん、経済規模も増えるし、うんうん、何よりそういう国は楽しいですよ。活気があってね。活気があって。それわかる。若くて。うん、だったらそういうところに行った方が、うん、なんか自分の 次教育やりたいって思ってるんで、そのえ教育なんですか？そう学校作りたいとか思ってるんですよ。あ、それ企業とは別文脈くね？別別分リアルな？リアルでも僕リアルなやついらないと思って、それこそね、カ川さんとか N コとか持ってたりするから、なんでもやってますね。N コとか持ってるから、そういうのもいいかなと思ったんですけど、やっぱりちょっと考えれば考えるほどリアルがないとダメな側面もやっぱ学校ってあるので、やっぱソーシャルというか。 研究とか例えばスポーツとか考えたらやっぱリアルな場所がないと始まらないとか、ねうん、確かに確かに考えるとリアルな場所必要なのかなーとか思ったりちょっとまだそこと構想段階なんですけど、うん、なんかこう自分なりに次実際に残す教育って考えたら、うん、自分がなんかもっと経験しておくことって何かなと思ったんですよ、うんうん、な,なんなんですかそうするとその日本だけじゃないところでも、うん、いろんな国で、うん 事業をやれてたり、いろんな国の人といろんな形で仕事ができてるっていう経験、うん、それは経営としても、うん、経営者としてもそれはちょっとまだ僕も前その海外の人とか雇ったりとか、うん、あるいは海外の会社を買収したり投資したりってことはやってたんですけど、うん、なんかまだそこまで手応えは持ってないんでうん、うん、そこまでいけるといいかなって思ったんで、うんうん、次の焦点はまあそこかなっていう。楽しみない。つぐらいにそういうの発表を全,なんかこう全体図を見えてくるんですか 年末ぐらいいや年末だと出ないと思う来年だと思来年か今年はあかだそのためにもいろんな海外を見てるんですよヨーロッパ行ったりなかなかヨーロッパとかって時間がなくて行けなかったりするじゃないですかヨーロッパまあ特にコロナで行けなかったですねそう行けなかったし行くって言ってもやっぱ1か国1週間ぐらい回んないと見えてこないんですってなるかそれ結構大変なんでなんでいろんなところに行く期間もちょっとこの1年を取ろうかなと。 なるほどなこともちょっとイメージしてるんでちょっとまあ余力は出してないですけどちょっと自分なりの視野を広げる時期ではあります映画とかもだから年間100本ぐらい見てますねマジでめっちゃインプットしてますねだかそういう時期かなっていう俺が言ったさっきの富山放送のドキュメンタリーを見てみてあ見たいですねなるやさんね見たいですねなるやさん富山放送に言っておきますわきっとで最後いやめちゃめちゃもう今日 刺激的な話いっぱいあったんですけど最後ねそれやっとと面白かったで、なんかツイッターで質問くれた人いたんですよ狙、はいからさん最後これ答えておしまいしましょうか、はいえー、現在25歳で大学時代に就職を失敗して専門学校で簿記を習い始めているものですと、うん、そっか。 同級生はみんな働いており、自分だけ就労経験なく、20代半ばで専門学校にかっていること。これから先のキャリアや結婚などの私生活にも不安を感じています。うん、意見やアドバイスをお願いします。と思います。自分は25歳ですもんね。大学時代に就職失敗しちゃったんな。でもこれ次何かここから挽回できることがあるとしたら、うん、今やってることを一旦極めることですよね。うん、だから悩まずに。うん 今目の前の集中しなきゃいけないことって多分めちゃくちゃ募金を極めることなんじゃないですかねこれ募金を極めることねどと思いません思うだったらそこに一旦悩まず全力でやってみる <うん S 1> そしたら多分ちなみに経理とかめちゃくちゃ人材なんですよ今まあ経理さんっていないですよね IT 企業の経理人材って僕もうあれですよクラウドワークス時代 もうずーっと人がいなかったなるほどそこにまだ経験が浅くて、うん、例えばもうそこで胆力をちゃんとね、うん、もうちゃんとやるとこの人はちゃんとやるなって思ってもらえたら簿記、うん、で例えば2級とか1級とかちゃんと持ってれば、うん、全然就職できるまあ簿記1級持ってたら結構就職できそうですよね1級いったらねただ大変なんですかね,ね1級って。 でも最低2級でしょうね。級あるまで一生懸命やって一生懸命やってちゃんと結果出したっていうことそこで結果出したってことと後がないからこそ一社でちゃんと結果出したいっていう思いを伝えて就職活動すれば20代でちゃんと定職に就くこと可能だし定職に就けたら十分結婚できるんでそこに不安を感じずに今やるべき簿記に。 全力集中するっていうのが僕だったら思うんですけどど,どうですかいやまあ簿記まあそれは成田さんが第一戦略だし、まあ、その次は簿記つらかったらもう好きなことやればいいよ簿記 <laughs> も向いてない人は向いてないじゃんあれ確かにね僕は全然ダメでした俺も絶対ダメだあれは <laughs> <laughs> だこの書き方から簿記が好きなように思えねいんだよなこれあでもまあ得意ならやったい、ねね、得意なら成田さんの言ったように伸ばすべきだし もう嫌いならもう嫌いで好きなこと,言うと何が好きなんだろう何のらりくらいさんわかんないけどいや俺でも一旦ボキ簿記はだから絶対これは食いっぱくれないと思って多分選んだんでまあそういう発想もありますけどね何年かけるかですね<ー>まずでも1年かけて一生懸命やるじゃないですかでも不安持ってたら僕やっぱ学習も手につかないと思うんですよそうねだからリハック見るのやめた方がいいんじゃないですかリハックは見ろ <laughs> 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 リハック見てたらだってこれ、うん、集中できないですもんリハックは見たほうがいいですあそうか、うん、じゃあ息抜きにリハックを見るというだから1日1時間だけとかねでもね今の時代何でも監禁する方法あって例えばリハック仮に見てすごいすそんな人すごい好きなだと思うけど仮にすげえ好きなも YouTube ばっかり見てるおじさんだとするじゃないですか <laughs> ねダメそうに聞こえじゃんでもじゃあっつって例えばあの女性自身のやつとかトースポウェブとかの いや、こたつ記事書くライターさんやらせてくださいとお<ー>別にリハック、昨日もね三浦ーーリーさんのやったらすぐトースポウェブに記事になるんですよへえー、なるんだそやっぱこたつ記事ってすごいでも1本数千から数万もらえるんですよへえ理、ー、博の好きなのはこうやってこたつ記事量産して、えー、いろんなとこと契約して1本だって5000円だったら1日5000円じゃないですかすごい,すごいそうだからこたつ記事でさえなるんだもんそうかじゃ,あじゃあやっぱり第二戦略としては、うん、本当にやり続けられることを、うんうん 選ぶ,選ぶんそう。好きなものをやる。うん、そりゃそう、ね、だからやっぱ苦じゃないというのは失礼かもしれないけど、うん、何事も大変でもやり続けられることを選んだほうがいいですねやり続けさっきのちょっとライターさんとしてのスキルもとてもいかなきゃいけないけど好きならまあ頑張れるじゃないですか、うん、そうですね<う>だ,かだから僕にも頑張ってるね、うん、僕もねだから今頑張ったほうがいいけどだめだったら,だったら本当に好きなことを、うん、好きというか続けられることを熱意を持って続けられることを、うん、やる。 探すまででは結婚とか考えちゃダメですよね,だねまあ結婚はしてもいいんじゃん結婚ああ逆に、うん、結婚さあ<ー>思い切ってした方がいいよやっぱちょっとなんていうか解消みたいなも出てくるこないですか <laughs> ちゃんと違うかなそれができたらいいけど <laughs> まあね あとでもさっきの成りヤパターンじゃないけどやりたいことは損しない程度にトントンになっているわけとあとバイトで、ね、数万円で地方で生活ってあるそ,そ,うう、ね、あのその生き方って本当に芯が強くないとできないんだなって最近思いますね、うんまあ、で俺らなんかひよっちゃって無理だろうね。ですね。うん、僕らみたいな承認欲求があったり、うん、なんかこうちょっとこうまくいかせたいっていうこかっこつけ系はだめなんでしょうね。ダメよ ねいや僕もこの間ちょっとあれかも時間もあれですけど20年間ひたすら自費出版でめちゃくちゃ面白い本を書き続けてる人がいたんですよだけど1冊も売れてなくて売れてないどころか自費で200部とか勝手に釣ってるんですよ200部すんのに何十万ってかかるらしいんですよやべえよななのに配ってないんですよ 配ってなくて永遠に20年間本を書き続けてる、うん、ていんですよ、うん、そういう人がいるから、うん、やっぱ本物ってすごいなっていう、うん、まあそれだよ本物はだ本物なんだと思ったんですそれが、うん、で自分でペンネーム作ってるんですよ それは言ったら個人ネームになっちゃうんであれですけどでもすごい面白いんですよそのネームもでアマゾンとかで検索しても1ミリも出てこない売ってないんですか売ってないんですかで書いてんのでも70とかになっててでもずっと書き続けてるんですよ当に面白い人でだからやっぱそういうやっぱねかなりやっぱこう芯がないとそういう人生歩めないしんか本当に羨ましいなっていうのは最近思いますそういう人生でもあれよ それ今聞いて思い出したけど遠の物語ってあるじゃないですか柳澤君のねあれも確か初版とか二、三百0部ですよ趣味趣味あれただ周りの学者に配ってて芥川祐作とか小説家とかがそんなこと言ったらゴーラーって宮崎賢治はそうですもんねみんなそうだよんか誰かがあれいいって言い出して狂ってるのやっぱ本当に狂ってる人っていうのは真があるさっき鳴屋ですねそう鳴屋だよやっぱ人生は鳴屋ですね鳴屋はすごい やっぱね、こんな本でだからね重版書けようなんて浅はかな発想のやつは柳田国夫にはなれない柳田国夫は違うから売れても売れなくても関係ない関係ない柳田国夫と河童の物語を書くんだっていう本当すいません妖怪だっていうすませんじゃあ柳田国夫を目指してね反省してもらって反省して一切もここからパブはやめてもらってただただ好きなことを書き続ける人生ただ最後 見てる方にアマゾンクリックしてほしくないか欲しいかって言ったらぜひ <laughs> <laughs> 見ていただいている方はアマゾンクリックしていただきたいんですけれどもじゃあ最後なんかあの本の「のここ見どころ」っていうのいっておしまいにしましょういや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 まあね「逆張り思考」っていうね本でやってますけどまあなんか皆さんの逆張りが人生の逆張りというものがなんかねちょっと気づき与えられるような本になってればいいなと思いますんでまあ興味があればぜひ 手に取っていただけたらなと思います。うん、ありがとうございます。うん、いやいや、じゃ今日はですね、ヤブンまでありがとうございました。視聴者の皆さんも本当にありがとうございました。何い<も>る、えー、んですかね。もう8人90人ぐらい見て,てましたね。ね、ありがとうごます。皆さん本当にありがとう。ございました。ありがとうございます。今日は、えー、成田修造さんにお越しいただきました。ありがとうございました。新しいチャンネルをですね<え>作りました。 50でやめて、はいはい、医者になるってどういうことか50歳の頃に見えたんです自分の先が100時間ぐらいかけないと全貌がつかめないのではないか好奇心を発露させて楽しむための仕組みとして人間がいろいろと試行錯誤していたらひろきさん渡部さんの,あの伝統芸能見たいですよねいただきますうん新ファンタスティックミラ 新新番組ですよねはい、新しいし、はい、日銀の話って専門的になりがちなので柔らかく多くの人に分かりやすくしつつもそういう決定版みたいな番組になればなと核さえ打たなかったら具体的に攻め込んでくるような戦略とかないわけじゃないですかそんなことないなんで,すそですよねその北朝鮮あそういうことないんですかいやだからその僕って人間が人間らしいのっていうのはバカなことをする子だと思ってるんですよねあ <laughs> 田原さん来たああ, <laughs> あ、ご無沙汰します 偉くなりたい人たちは上に対して正論が言えないの、ね、よ正論言ったら偉くらいからねえー、リハックではですね、えー、サブスクのまったりリハックという、えー、サイトもやっております、えー、こちらはですね舞台、えー、とか、えー、リハックスとか経済の森の楽屋、えー、トークとかアッタートークみたいなものも、えー、たまにちょこちょこ配信したりしてますなんか本編だけ言うようなかったちょこっとしたちょこっとしたちょこっとした話を、えー、したり意外、うん、にそこが面白かったで あと生配信とか、ね、たまにやったりしてますんで、えー、皆さんともライブに出会えたりしながらお話をさせていただくと、えー、私非常に楽しみにしていただいておりいます本当に、えー、まあ、全然登録した方も大丈夫ですしちらっと登録していた方は、ね、登録してみてください引、えー、き続きよろしくお願いします <music>